今メジャー球界でナンバーワンのキャッチャーと言われるフィリーズに所属する JT リアルミュートという男。彼は身長185センチ、体重95キロ、今季がメジャー10年目になる現在32歳の選手で、怪物のようなキャッチャーが数多く存在するメジャー球界の中でも走攻守揃った打って走れる強肩の捕手として世界最高のキャッチャーとまで言われている。2022年の昨シーズンは捕手としてはメジャー最多となる130試合に出場し、自慢の強肩ではことごとくランナーを刺し、盗塁阻止率は 41.5% をマークすると、この数字もメジャー最高の成績となっていた。送球以外でもリアルミュートのキャッチャーとしてのチームへの貢献度はとても高く、守備で防いだ失点を示す指標でもメジャー全捕手の中でトップの成績を残している。リアルミュートはその強肩と守備力の高さから球界ナンバーワンの捕手と言われているが、投手の女房役としてもとても高く評価されている選手で、フィリーズの投手陣をうまくリードし、投手が好投できるよう最大限に力を引き出している。リアルミュートが全捕手の中でも最も試合に出ていた実績があったのは、キャッチャーとしての能力はもちろんだが、このような投手や球団からの厚い信頼があったからに違いない。さらにリアルミュートはキャッチャーとしては珍しい俊足の持ち主で、昨年は盗塁を22回試みて21回成功させている。キャッチャーが20以上の盗塁を決めたのは20年ぶりとなる快挙で、リアルミュートは自分は盗塁を決めるが人の盗塁は決して許さない最強のキャッチャーとなっていた。攻守にわたり活躍しチームを支えるリアルミュートは今ではメジャーを代表するキャッチャーであり、フィリーズの顔にまでなっている選手で、2020年のオフにはフィリーズから FA となっていたが、年平均ではキャッチャー史上最高額となる5年1億1550万ドルの大型契約でフィリーズと再契約を交わし、名実ともに世界最高のキャッチャーとなっていた。最後に余談にはなるが、リアルミュートの叔父はオリンピックで金メダルを2回獲得している元レスリングの選手だ。